ルーティン動画です。1月18日火曜日、時刻の方は16時35分過ぎです。安定のあれですね、パオズじゃない、ベトナム肉まんですね。ですね、ちょっと日中、バンビエンの、南の次の集落ですね、あれ町というより集落ですね、まで、大体20キロぐらいなのかな、20キロぐらいなんですけど、そこまで、ちょっとねバイクを走らせてみました。もうね、バンビエンの中にねこうやって引きこもってて、もなんかネタがないなと思ってですね行っては見たんですけども、やっぱちょっとあれですね、バンビエンの街中だとね、ここ僕のホームじゃないですか。でホームなんで、まあね、問題ないですね、問題なく生活できるんですけども、あとビエンチャンとかね、グランパバンとか、ああいう首都大都市だったりね、大きな観光都市で、グランパバンなんかね、知り合いもねいるんで、その辺とかも関係してるのかもしれないですけれども、まあね、この疫病騒動の中でもね、移動してっても遊びに行ってもね、楽しく過ごすことができるんですけど、途中のねちっちゃなあの集落とかね、行くとやっぱまだあれですね、よそ者が来るとね、警戒レベルがねガッと上がりますね。で、結局ね、僕のこと知ってるねバンビエン人なんかはね、ああノブだ、長いことねラオスにいるからこいつはもうラオ人と変わんねみたいな感じで見てくれてると思うんですけども、僕のこと知らないね、アウェーに行ってしまうと、東アジア人ですよね、謎の東アジア人が来たっていう感じなんで、やっぱもう今ね、ラオ人の中ではね、東アジア人イコール、疫病の元みたいなね、そんな認識もあるみたいなんで、こういった東アジア人的な顔をした人間が行くとね、露骨に嫌がられますね。ちょっと寂しいですけどしょうがないですよね。みんなね自衛しなきゃいけないんで、この辺はねしょうがないと思います。でもね、ルワンパバーンのね行くとに、旧道ですね、国道13号線旧道使った方がね、アップダウンもねワインディングもあるんで、走ってて楽しいですね。あと景色もいいしね、景色もいいんで、僕はいつも旧道使っていくんですけど、旧道の中にあるね、集落のね、もうギリギリ電気は来てるけど、水道は来てないですね。水道は来てないから、山から湧き水をね、ホースで引っ張ってきて、で集落の水場があるんですけど、そこまで引っ張ってきてるような集落ですね。もうあれっすね、炊事洗濯、入浴なんか全部そこの水場でやんなきゃいけないようなね、簡単に言えばど田舎ですよね。で生活レベルもね、ぶっちゃけ
高く、そんなに高くないようなエリアをバイクで走ってるとね、前はね結構ね子供たちがこう手を振ってくれたりはしたんですけど、この疫病騒動からこっちはあれっすね、もうなんですかね、顔背けられますね。で顔を背けられたり、露骨にあの鼻や口をね手でこう覆ったりしてね、やそうな顔して見られちゃいますね。まあ、で僕にしてみりゃね、そんなね手であの鼻や口塞いでも全く意味ねえぞっていうとこなんですけども、もうそういうね心理状態がね如実に出ちゃってるような感じなんでね、まあちょっとこうビエンちゃんとねルアンパバーン以外はねしばらくどこも行けないかななんていうのもねちょっと感じてますね。いやーけどもうちょっとね行きたいっすね。メイン機のねメイン機のタンクが治ってきたらねちょっと出かけたいんですけどね。あ、そういえばなんかあれですね、タイガーテスト&ゴーあれをまた復活させるとかっていうのがね、なんかニュースで上がってましたね。まあ、テスト&ゴーで入ってきた、タイに入ってきたね方が今度はトラベルグリーンでね、トラベルグリーンゾーンかでラオスに入ることもね可能にはなってくるんですけどね。まあ今現状で飛行機飛んでないからね、飛行機飛んでないからまあまあもう陸路で移動するしかないですね。そこまでしてね来る方はねなかなかいないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そんなこと話してるとチャンタラが見えてきましたね。さあ今日は何本のもう